こんにちは。後ろ姿はいかに大事かということをちょっとこれから説明していこうと思います。で、正面は綺麗な着物を着て可愛くお化粧すればものすごいこうアンチエイジングでもう20年も30年も若く見えるんですけども、後ろ姿っていうのは顔もなければお化粧もない。そしたらどうするか、自分の骨格、中身で若さを作るしかないわけなんですね。肩甲骨にちょっとアクセントを置いてやれば若くなりますよって私はねよく言うんですけども、その説明をちょっと実写を加えて今日は、お話ししようと思います。それで最後にほんの短いですけども、黒髪というね絨毯の中の名曲がございますので、それを背中を使って舞った時と背中を使わないでただ動いただけ、この2つをご覧に入れます。そうするとあこういうものかということが分かっていただけると思いますので、日常生活に生かしていただければと思っております。よろしくお願いします。で、まずこう正面は全部こう顔もきれいに作り、これもこうね着物もきれいで若いもの、ところが後ろ向いた時にただこれだけだとかなり残念な写真になってしまうんです。でどうするか、肩甲骨の背中を落としてっていう方はたくさんいらっしゃるんですけど、落とすんじゃなくて背中を入れるんです。でこう肩甲骨がありますね、背中を入れてグッとこうやってこっちもグッと入れて、それでここの腰骨のちょっと上あたりのところに意識を持ってきて視点を持ってくるんです。でこれ乗せてでちょっとやってみますね。これは何もしてないですよ。ここで背中を肩甲骨入れました、こっち入れました、はい、この腰の視点にアクセントを持ってきます。で後ろ向きます。で少しちょっとこう上でこうつられる紐でね、頭の中心からこうつられるようにしてスーッと抜いて、それで写真を撮るなりなんなりすると綺麗です。だって何もしないこういくと、でこれこれだけ差が出ます。で今度横向きで横向いてちょっと撮ってみます。やってみます。まずこれをこんにちは、それで合わせます。で例えば振り返った写真を撮りたいと思ったらば、息をここで大きく吸って吐きながらスーッと持ってきて振り返るんですけど、はい、ここで振り返りましょうってポンと、これは具合悪いんですよ、こう見た振り返りは。で、スッ、これからずーっとこうね、いきなりね。これで振り返って撮ったらば、かなりいい写真が撮れると思います。で、ちょっとね、今度は写真を撮るときに、挑戦してみてください。それと、あとは、手のスタートは、大体皆さん、ここからが手のスタートだと思われるんですけど、手のスタートは、私は皆さんに申し上げたいのは、手のスタートは、ここの背骨が、ここからが手のスタートだと思っています。なので、でこう、で例えば、こう、刺すにしても、ポンとこう刺したら、これは、なんか、こう、山を刺すときこう刺して、またこう刺してっていうと、これはただ動いてるだけ。きれいにするには、ここの肩甲骨をグッと入れて、この背骨も意識して、こうくれば、ここの背骨からがこう手なんですよ。グッと。で、今度こっちもまた大きく息を吸って、そうすると手も長く見えるし、きれいなんです。それちょっと今度ね、何かあった時に所作かなんかを
覚えておくと着物美人になれると思います。それでは地唄の黒髪最初だけちょこっとご覧に入れようと思います。はい、それでは背中も何もしないで振りだけを折った黒髪をこの最初だけいたします。